こりゃ上がるね。甘辛な感じで癖になる。皆さん、こんにちは。シトアナンです。かっこよくパスタが作りたいって思ったことありませんか？ナポリタン、カルボナーラ、ペペロンチーノ。勢いで何とかいける感じだけど、なんちゃらクリームパスタって若干ハードル高いと思いません？アノンもそこまで得意ではないけど、挑戦してみるということで今回は、悶絶不可避、明太クリームパスタを作ろうと思います。具材の準備をしていきます。明太子に切り目をちょっと入れて、包丁の背中側で中身を出していきます。ねえ、ちょっと待って、これさ、切れてない？本当にこう切れてんの？あ、切れてますね。なんだ、切れてないと思ってた。気づかなかった。最近のスーパーはさ、切れ目入れてくれるんだね。親切だわ。すごいやりやすい。いいですね。そういえばさ、みんないつもと包丁違くないって気づいた人いる？いつも使ってるのはファンの方からいただいたセラミックのよく切れる包丁なんだけど、今のが使ってるの三徳包丁です。ちょっとね、包丁の刃の厚さがこっちの方がね、太いんですよ。長年の経験上なんですけど、身を剥がしやすい。包丁使わなくてもさ、バターナイフとかフォークとかでやったりできるんだけど、皮がね、破けちゃったりとかして身だけきれいに取れなかったりするのよ。明太子といえば明太子パークですね。皆さん知ってますか？明太子がどうやってできるのかっていうのをね、見ることができる工場があるんですよ。でしかも明太ソフトクリームが食べれたりとか、あと大量のね、明太子が入った豪華なおむすびを食べたりできるんでね、ぜひ立ち寄ってみてください。明太子パークじゃなくて明太パークだった。すいませんでした。知った顔しました。大葉は細切りにしていきます。昨日さ、夜ね、スーパーに行ったら100円で1束の大葉が売り切れてて、オーガニック大葉しかなくて、初めて買ったの。どうしても使いたいから、1束198円の大葉をね、今さ、それを使ってるんだけど、無農薬だから虫食いとかがめちゃくちゃ多くてびっくりした。動画勢には辛い現状だなって思っちゃいました。確かにちょっとなんかこう色とかが気になるところはある。味に支障がないんだろうね。でも値段2倍でしょ？悩ましい。お目当てのものがスーパーになかった時の悲しみやばくない？まあ、アノンで言うとパクチーとかボールのね、生のイカとかなかったりするのよ。珍しいもの置いてまーすみたいなスーパーが欲しいなって思う。めちゃくちゃ個人的な意見なんだけど、お野菜に触れる機会が多い場所で育ったのね。昨今さ、なんかちょっと傷物の野菜もったいないですとか、規格外の野菜もったいないですって言ってる人たちいるんだけど、あれは肥料にされるから別にそんなにもったいなくないんですよ。水分量の偏りがなかったりとか、傷のところが硬くなっちゃったりとかして、やっぱ規格外の野菜ってそんなに美味しくないんだよね。それをなんか無理やり掘り起こして、なんか人間が食べようとしてるのがちょっと不思議でたまらないんだよね。キュウリなんかはそうだね、水分が偏ってるとこうちょっとボコッとした形になっちゃったりするんだけど、やっぱり均一に水分入ってると美味しいのよ。だからね、綺麗なお野菜を選んで買って食べることは全然悪いことじゃないとアノンは思ってるよ。まあいろんな考えがあるからね、皆さん好きなように食べていただいていいと思うんですけど、海苔はハサミで切っていきます。海苔ってさ、皆さん家にあります？実家住まいの人はあると思うんだけど、一人暮らしの人って海苔買わなくない？私は企画の時に買うくらいで、買わないよね。名前は知ってるけど、一人暮らしのお家にないものグランプリ優勝候補だよね。他には何だろう、似たようなもの。お麩とか揚げ玉、みりんとかかな。なかなか買いませんよね。沸騰したお湯にお塩を入れてパスタを茹でます。床にばらまいちゃった。拾わなきゃ。手袋だからさ、滑っちゃってさ。新しいパスタを入れることにしました。いや、びっくりしたな。ちょっとだけ塩分濃度が薄くなってます。普通は1リット
トルにつき小さじ1杯のお塩がいいってされてるんですけど、公式が出してるのが1リットル小さじ1なんですよ。これってさ、合わせる食材によって自分で変えてくださいねっていう意味もあると思うの。レシピってさ、基本的にはまあ美味しくできるようにはなってるんだけど、実は正解ではなくて、今日使う食材がしょっぱいものが多かったらちょっと味を薄くしなきゃいけないし、野菜とかだとさ、季節によって味が違うじゃん。酸っぱかったりとか甘みが強かったりとか。ただその塩梅ができるようになると美味しくご飯が作れますよね。今すごい真剣に話したけど、なんかそれはこだわりの強い人を喜ばせるための話だから、みんなはレシピ通り作って美味しく楽しく生活していきましょう。フライパンにバター、牛乳を入れて中火にかけます。しっかりバターを溶かしていきます。バターが溶けたら昆布茶、めんつゆ、マヨネーズ混ぜます。牛乳が蒸発しちゃうので火は強火にしないでくださいね。しっかり混ざったら一度火を止めて明太子を入れます。軽く攪拌というか混ぜりにこしてパスタを入れます。火をつけます。中火と弱火の間くらい、焦げないように混ぜます。トロトロしてるのが好きな人はこれでいいし、ドロッとしてる方がいい人はもうちょっと加熱してください。海苔を飾ってできた。完成しました。モンデスフカヒ明太クリームパスタです。こりゃ上がるね。ソースがたっぷりかかったところを一口いただきましょう。いただきます。生クリーム使ったみたいな味する。おいしい。お店みたいな味がする。バターの香りとクリーミーなソースに塩味のある明太子、マヨネーズの酸味のおかげで後味がくどくない。贅沢にニュッと明太子潰しちゃいましょう。だいぶ濃そうだが、だが美味しそうである。一番濃厚なあたりをゴロゴロっと巻いちゃおうかな。いただきます。いいよいいよ、これいいよ。生の明太子は辛みもしっかりあるから、クリームソースと合わせると甘辛な感じで癖になる。大葉と海苔の香りもさっぱりしていい。そんなわけで今日はモンデスフカヒ明太クリームパスタを作ってみたんだけど、すんごく美味しい。隠し味のめんつゆと昆布茶がクリームソースにいい深みを出してくれています。これは他の食材でも試してみる価値がありそう。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアナンでした。バイバーイ。